ちは、夢挑戦です。今回は東海道山陽新幹線ののぞみ号への S ワーク PC と車両の導入についてお話をしていきますので、よろしくご視聴くださいね。現在東海道新幹線と山陽新幹線のすべてののぞみ号でテレワーク専用の車両を導入しています。2021年10月よりのぞみ号7号車をモバイル端末などを気兼ねなく使用できるビジネス向け車両 S ワーク車両としています。普通車指定席ですが、通常の2倍近い通信容量の Wi-Fi が使えるようなビジネス環境であったり、 PC の打鍵音やウェブミーティングなどもこの7号車ではお互いに許容するような利用マナーとなっています。1から3は JR 東海ホームページ S ワーク車両によります。この S ワーク車両ですが、ビジネスパーソン向けにビジネス環境サービス拡充のため、2023年10月20日から新たな座席 S ワーク PC との提供を開始します。一部の3人掛け席の真ん中 B 席に半透明のパーティションを設置し、窓側の A 席と通路側の C 席のみを使う S ワーク PC とが登場します。パーティションのおかげで窓側の A 席、通路側の C 席のパーソナルスペースがこれまでの 1.5 倍に広がり、隣の席からの視線にプレッシャーを感じにくくなり、今までより快適にリモートワークが行えます。パーティションの両脇にはドリンクホルダーもついており、小物置きとしても使えそうです。座席の背面テーブルもパソコン入力に配慮し、手前にスライドすると傾斜する新型テーブルとなっています。またリクライニングした時に背面テーブル上のパソコンやモバイル端末に接触しないように、7号車全座席のリクライニング可動域をこれまでのものより小さくなるよう調整されています。2022年4月 N700S のデッキ部分の禁煙ルームを改造し、ビジネスブースを一部の編成に導入していました。ビジネスブースはちょっとした打ち合わせやウェブ会議、電話などに利用できる高音の効いた空間で、2023年10月1日から有料化されて N700S 全編成に導入されています。ビジネスブーツの導入拡大に際し、スマートフォンの急速充電が可能な USB ポートの設置、予約システムと連動した電気錠の導入などの改良を実施しました。また N700S の7号車と8号車グリーン車では従来の約2倍の通信容量を備え、利用時間の制限も設けない無料 Wi-Fi サービスを導入しています。 S-Wi-Fi for Biz Shinkansen Free Wi-Fi Business。2021年からのぞみ号の7号車に導入した S ワーク車両、2023年10月20日からは光とこだまの7号車も S ワーク車両に設定した上で、先ほど述べたのぞみ号と同じく6から10列目の10席を S ワーク PC として提供します。利用には普通車指定席料金に加え1200円の追加料金が必要となります。 S ワーク車両のロゴマークを7号車の車両側面および客室デッキ間の扉に掲出することで、 S ワーク車両であることを分かりやすくするそうです。皆さんはパーティションで仕切って 1.5 席分をプラス1200円で利用できるこの S ワーク PC とについてどう考えますか？
私は A 席の方には仕事をしやすく良い席だと考えますが、 C 席の場合どうでしょうか。通路側 C 席に座っていた時、窓側 A 席の方がトイレなどへ行く場合、いちいち前を通りますよね。そう考えますと、 C 席の場合には手放しでいい制度だとは言えないような気がします。この S ワーク車両の S ワーク P シートについて皆さんの思いをお知らせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。 Please subscribe to my channel. 参考引用 JR 東海ホームページ、 JR 西日本ホームページ、 JR お出かけネット、読売新聞オンライン、ウィキペディア、鉄道チャンネル、鉄道新聞 .com、 NHK ニュース、日テレニュースでした。